Hey guys! How's it going? こんにちは、ひろちゃんです、今日はですね、ノーメイクですみません。今日はですね、こちらのレクサスを、車検に、行ってですね、もう車検は合格しました。車検に行く時と帰る時とですね、ちょっと、これは違和感があるなと思って、今日はね、こちらの車をですね、修理というかタイヤをね、見てみたいなと思ってます。っていうのはですね、80キロぐらい、高速道路とかでですね、80キロぐらいで走り始めると、まあ60キロぐらいから分かるのかな、60キロぐらいからね、ハンドルが振れ始めるんですよ。80キロなどもう手離すと、もうまっすぐ走っていかない、もうブルルルルって言い始めて、もしかしたらこれタイヤのバランスがずれてるんじゃないかなと思って、でね、タイヤのバランスを取り直しで、そのハンドルのブレがね、治ればいいなぁなんて思ってね、今日はそちらをやっていきたいと思います。地味ですけども、ね、タイヤバランスがいかに大事かっていうことをですね、ちょっと皆さんにですね、ちょっとお伝えできたらいいなぁなんて思ってます。よかったらね、最後まで見てもらえるとありがたいなと思います。ではタイヤ外していきたいと思います。足が違和感を感じるっていうことは、まあ、お客さんというか、あの車のオーナーさんもね、絶対違和感感じてると思うんで、バランスはね、一応取ってはあるみたいですね。これキャリパーに当たった跡あるね。ここにね、キャリパーに当たった跡があります。もしかしたらこれがなんかハンドルのブレなのかもしれない。ここにね、当たった跡がありますね。ここにも、こっち側にも、これがね、サササササササって当たって、こうハンドルがこうブル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 って震えてるの、震えてるように感じたのかもしれない。まずはね、そのままバランスを取ってみたいと思います。バランス、ちょっとね、検査したいと思います。全然バランス取れてないわ。これでね、もう一回バランス取ります。はい、そしたらね、今度はですね、0の80になりました。合いました。はい、次はね、左の前です。
バランスが取れてるみたいです。大丈夫です、OK マークが出ました今ね、さらっとやってみせたんですけど、こういうトヨタ系のね、ナット、これをね、締めるときはある程度締めて手前に引っ張ると位置が決めやすいです。3本ぐらい締めておいてあげて、ガコンって引っ張るとこのね、穴にスポッてはまってくれるんで、あとはゆっくりいろんなところを締めてあげれば結構簡単にね、締められるんで、あのちょっとした小技です。さっきはね、ここがね、このキャリパーに土なんだね、純正が。二重で重なってたところが当たってたんですね、まあ、今回はもう当たらないようになりました。はい、今回はですね、こちらのレクサスのね、あのハンドルがブルブル震えるっていう症状をですね、直してみました。直してみたっていうか、ただバランスを取り直して、バランスウェイトが当たってたところを当たらないようにちゃんと1本で通すようにしたっていう風にしただけなんですけども、意外にね、あんなところに盲点があったとは分かんなかったですね。このタイヤ、うちで組んだタイヤではないんですけども、どこか違うところで組んだ時にバランスウェイトがすごい大きくなった場合とか、二重で重ねる人とかいるんですよ。だからそういう風にすると、まあ、今回みたいな不具合が出ちゃうっていうね、ことが分かったかなというね、まあ、純正で大きいキャリパーがついてたりすると、これが18インチとか19インチとかもっと大きいサイズのね、ホイールだったらもしかしたら症状出てなかったかもしれないんですけども、もうピチピチの状態とかだとね、バランスウェイト1本でギリギリ当たらないみたいなね、そういうクリアランスになってるみたいなんで、はい、まあ、今回はね、こういう風に、バランスウェイトをつけちゃうとキャリパーに当たるたびにね、こう振動が来てハンドルがブルブル震えちゃうんだなっていうのは、ある意味お勉強にはなったかなと思いました。はい、久しぶりのね、動画の割にね、めちゃくちゃ地味なことをやらせてもらったんですけども、最後までご覧いただきありがとうございました。ちょっとでもいいなと思ったら高評価、またはチャンネル登録よろしくお願いします。それからね、 Twitter、Instagram、TikTok などいろんな SNS やってますので、よかったらそちらもフォローしてもらえると嬉しいです。ではではまた次の動画でお会いしましょう。またね。今月はね、もう車検がいっぱいなんで、ちょっと動画があんまり更新できないんですけど、ごめんなさい。